あ、でも船長、思いついた、うん、明確な失敗。お、明確な。絶対 120% 失敗したなと思ったのは、明らかに喉がおかしくなってきてたのに、うん、ご利用したこと、うん、なんかその時はどうせ治るっていう頭がずっとあって、うんうんうん、だから、なんかそれすらネタにして、ふざけて配信しまくってたわけ。うんうん、なんか、声枯れてるのに配信しちゃう私わらみたいな感じでやりまくってたらマジ取り返しがつかないほどで長引いちゃったんで、これはやりかしたなと。いやでもさ、うん、その時のさ船長やっぱさ結構さあの、話す機会とかあったけど、うん、やっぱなんか頑張らなきゃみたいなさ、いやすごいやっぱ真面目なのよ船長って。いやでもその真面目さまずこの話飛ぶんだけどなんかねあのアクタンと仲良くなったきっかけとか、おう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 、アクタンがいたから救われたとか、まあ、そういう質問があったら、まあ、そこで言おうかなと思ってたんだけど、おマジで船長がそのなんか、うん、活動に対する、うん、なんか考え方が変わったきっかけが本当に明確にアクタンで。なんで？明確に。なんかアークをさ、一緒にやった後にさ、うん、終わった後ずっと通話してたじゃん。あったね。で、その時に、いろんなは、定期的にしないで、気にしないで。あ、気にしないで。うん。そう、その時にいろんな話をアクタンとしてて、うん、船長は、いや、待って、どこまで言おうかな。うん、ちょっとあんまり。でも全然覚えてないんだけど。本当に、うん、船長の中でもずっと忘れられなくて、なんかアクタンは船長の中で、うん、やっぱすごい存在なんだけど、それは、なんか才能ですごい、と思ってたの。ほう。なんか才能があるから、なんか勝手にすごいんだろうなって思ってたって、そういう人多いと思うの。ほう。なんか、その、なんかすごい子に対して、うん、この子は才能があるからすごいんだな、感、うん、みたいな、うんうん、あると思うんだけど。思うと思うんだけど、センチもアクタンに対してそう思ってたの。うん、でも、いろんな話を聞いたときに、うん、あ、この子は、なんか、才能があるだけじゃなくて、ものすごい努力をした上で、いや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 、こうなんだって、分かって、だからなんか船長才能ゲーだと思ってたから、そこが意外と努力ゲーなことが判明したことにより、あの努力をね、するようになったの、そっから。そう、明確に。もう序盤の方だよね。そう、序盤の。そう、そうだよね。初めてやって通話した時に、まあなんか、アークタンってここまでやってるんだって、分かった時に。そんなだったがね。え、そんなだった、そんなだった。そこまでやってるんだって思った時に、って思ったら、じゃあ、船長って何もしてないんだなって分かって、いや、その時に、初めて努力するようになったってわけ。いや、私はね、そうは思わないけどね、船長は、でも、確かに船長ってなんか、センスがある。うん、なんか、いろんなことに関して、やっぱり、うんまあ、みんなもすごい分かると思うんだけど、うん、船長はね、すごい、本当になんかセンスがあって、うん、昔から、やっぱなんか、面白い。やっぱトークとかも面白いし、うん、絵も描けて、多彩、うん、歌も歌えるし、うん、本当に多彩だなっていうのは感じてて、でも、そんな船長が、はい、もう、本当、もうここ何年前とか、ええ、もうすごいなんか、ええ、真面目にひたむきに努力してるのをすごい感じて、なんかセンスある人が努力しちゃうと勝てないよ、うん、いやそんなんもうってなっちゃうよね。いやすごいそれは感じる。だから、ね、アクタンがそれだなと思ったね、船長は。いや、センスある上にこんなに努力してたんかーいと思って、いや、しないとこうはなれないんだって、はっきり分かった瞬間でした。いや、ありがとうございます。そこを見習いましたということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ、褒め合い。何これ、なんか褒め合い。ちょっとじゃあ、ここら辺で一旦、じゃあちょっと、くだらない、やつに戻して。入れとく？はい、お願いします。